それにしても洋服を作れるってなかなかだよね。行ってきゃー、まあ、すぐ行けるわけだけど。常用の音量どう？うん、つるい。足雲が大量に出そうな感じだね。手には扇風。どこかな。刀と戦いそうで怖いけどね。おわ、石やった、石来てたね。普通に避けてるけど、よーよく切れてるな、今。なるほど。キノコな。痛いね。どうなってんの？いやでもやっぱ食力弱いから持たないね、探索がね。マジか、浮いちゃう。左か。ではない。倒したね。どこだ。あ、船先ね。クリーンかわすな。はい、こっちだ。どこを見ておる。多すぎね。
これであれかな、食理、あの食理期間達成されるんじゃないかな。もうハメ技やん。あ、ダメージ。で、あと1匹もうね、ライフないからね。いい。まだ出てくる。めくりあーではないな。まだ奥あんの。うわいやちょっと待って、ちょ
通に地獄やった。いやいい感じだったけどな。ここが熟してきたな。はい、カッパに任せよう。ははは、全部わしのものじゃ。戻った。道あれか。飛躍。次は肩掛けじゃ。これはもうやっぱ自分でなんだね。あ、歩くめっちゃ速い。こんなところか。はい、完了。ね、飯食って刀探しだね。すまんの。お主のおかげで日々の暮らしもだいぶゆとりが出てきたぞ。そんなお礼など何か思うところでもあるのか。さくなさんたち喜んでいただけるのは嬉しくて私はつい張り切ってしまうようですと。さくなさんたちの日々をこうして間近で見れるは見れるほど、あの時私が悪事に手を染めてしまったことを悔やむばかり。私はよりにもよってこんな大切に育てられてきた米を汚すようなことをと。気にせずともよい。変わったことではないかと。ことの原因ならわしにもあるわけじゃしんの。しかし心はよ、天保の種もみなどどのように手に入れたのじゃ。あの頃はまだここには来ておらんかったよな。都に忍び込んだ鬼から私の心を煽るような文と共に手渡されました。それはおかしい。種もみを手に入れるだけならまだしもお主のことまで石丸のやつが知り得たはずがない。つまり私を知る何者かが桜さんの邪魔をするため石丸と手を組んでいたと。それができるとすれば都のいずれの神に違いありませんわ。わしの足を引っ張るためなら心は落とし入れることも厭わず、引いては都をかき乱したいと思うような神か。考えてみればこれは大変不届きなものじゃぞ。それはもはや主神カムヒツキ様への単位ですらありますね。そういえば石丸の川もおかし、そばもおかしなところがあっておる。この島の鬼は皆武装しておるなど、はじめは戦かぶれの石丸の思考だと思っておった。意を持って命ずれば、あるいは鬼でも出来の悪い鎧や刀を作れるのかもしれんとな。しかし石丸自身は大筒をいくつも使っておったんじゃ。足には火事のことなどよくわからんが、あのようなものは鬼の知力で作れるもの。大筒自体に鋳造もそうですが、火薬の生成、保管、運用が全て鬼の手によってなせられるものとは思えません。都でもそれができる神に縛られるでしょう。ということは敵はゾンガに近いところにおるか。とりあえず神ひつき様に念の代わしからお伝えしておきましょう。中毒前の木に子孫寺石丸が倒されたが、この者がいつ動くか分かりません。ここに来て何か食べる、また新しい敵って感じか。いただきます。いやー、やること多いね。で、朝まで休んで、そう、これね、前から思ってたんだけど、田んぼがない間植えて何か意味あるのかなみたいな、ちょいちょい気になってはいたんだけど、効果がまあ能力値が上がるとプラスになってるから上がるとは思うんだけど、よし行くか。で
行ってきゃー、行ってくるよ。相変わらず飛躍の方向につけて行ってきます。それでは、で進めると、だいたい3層まで行けばって感じだね。どこを見ておる。イカズチは。それ。に当たった。やばい。正直この雷のやつさえいなければ。全然減らねえな。うわー、しかもスーパーまで返されたか。ははははは。発動したの今の。ライフ半分持ってかれたよ。はあ、つらいよ。あー、また出てきた、お前。どんくらい出てくんの。やばいやばいやばい。はあ、雷が降ってこないんだったらね。あぶねえあぶねえ。
強化状態にするのがえぐいね。なんか左側行けるところあったよね。うわー、最後の最後で隠しがあったな。さあ深部、こやつ以前とは比べ物になりませぬぞ。前回はね、ハメ殺しができたんだよね。わけわかんないんだよね。ちなみに自然回復はしない。そしたら命中上昇に。
もう一回、退けて、一歩飛ばして、いいていい。やばいやばいやばい。あの遅いのが意外と厄介だな。電撃がいい感じで入ってる。あートースター、おのれ逃がすか。どうするんじゃったっけ。おひいさま、あれを。紛れもなく、これは我が半身、星玉の剣の刀身にございまする。いやはや、かつての大水地との戦いの折に失われたものと思っておりましたが、どうやらこの島の不の木に当てられ、お結びの頼代となっておったのですな。我が半身のことながら感知できぬはずじゃ。ジオ刀身が見つかったということは。そうか、もしや。いえ、必ず。この刀身も使って打ち直せば、星玉の農具になってもこのジオは消えずに済む。よかった、よかったよ。これでタマジオはまだ一緒にいてくれるんじゃな。もうなんじゃ、あんな思いをさせうて。わしがどれだけ悩んだと。別れとはいつか必ず訪れるもの。それは悲しいことにございますが、今はまだその時ではないんじゃな。それで十分じゃ。おう、おけり。おお、ちょうどよいところにおった。実は、お主に作ってほしいものがあってな。うわ、なんじゃこの音。おひいさま。うわぁ、おいらの刀。うわぁ、この刀についちゃ何もかんもおいらの未熟が招いたことだ。ほんにすまねかった。おっさんの刀ば超えた、火事の道極めた
って浮かれてたけんとも、上には上があんだなや。あの金太がなんとも殊勝なことを言うようになったもんじゃ。しずね、このおいで、頼みてえことがあるんでねかったか。おお、そうじゃ。まさにこの星玉の剣、要するに玉爺そのものなんじゃが、どうやら星の鉄というもので作られた特別な剣らしい。こいつを溶かして最高の農具を作ってくれんかな。おいなことして、玉爺は大丈夫なんかや。案ずることはない。塚だけでなく刃も使えばこの心は保てるであろう。おいか、じゃあやるスピ。さっきはちょっと答えたけんとも、この道にまだまだ先があるって分かって今は嬉しいんだ。おいを知ってくれた剣ば打ち直せるなら身に余る光栄ってもんだべ。お主、さっきから素直すぎて気持ち悪いぞ。明日は雪でも降るのではないか。本に沈ねえな、バカさぐな。早く剣ばよこせ。はあ、やっと新しい装備と棒状の力が全部これで戻ってくるわけ。大変だった。まあ玉爺がどうなったかあれだね、会話が入ってこないと何とも言えないんだけど、一個と。食材の数がありえない。でもそんだけ探索してたからね。はい、完成。これいいね。溜まってなんかこう一気にやりたいっていう時はさっきの使えばガンガン育てれると。はあ、あれかなりレアなものかもしれないね、そう考えると。まとめて入れるものではない。とりあえず入れといて、で装備も見てみようか。星玉の鎌、あー全然見た目が違う。おー、防具は力と位置をはめて、ここに電撃と体力かな。であとは敵を倒す旅なんだよね。